皆さん毎度おおきに、ことのはあかねです。はいどうも。お姉ちゃんの匂いを嗅ごうと思ったら、腐ったチーズの匂いがして鼻が死にました葵です。いやなんだよそれ、状況がわからんがな。お前いつだよ匂い嗅ごうとしたのって。うちのろくには何もねえぞ。え、ブロッドさん誰だよ。いやね、お姉ちゃんってどういう匂いするのかと思って、洗濯カゴからお姉ちゃんのパンツの匂い嗅いだらすごい匂いがしたよね。なんで匂い嗅ごうとしてわざわざパンツを洗濯してるんだよ。他にもっとマシなやつあるやろ。っていうかいちいち匂い嗅ぐんじゃねえよ、気色悪いな。まあこれでうちの部屋からたまにうんこの匂いが漂ってくる原因ははっきりしたね。お姉ちゃんのパンツが原因だったなんてびっくりだよ。お前それ実は自分のパンツの匂いだろ。うちに濡れ衣着せてんじゃねえよ。だってお姉ちゃんのパンツだよ。お前のパンツの匂いが強烈すぎてうちのに移ったんやろ。最終兵器かよ。というわけで今回は前回の秋田の続きだね。お前この話は後でゆっくりするからな。前回は横手市のオタショップ回ったけど、今回は秋田市まで行くよ。ずっと前の動画のコメントでドンキの中に入ってるブックオフにもフィギュア結構あるって教えてもらったから、そこに行くよ。あとはいつもの適当にハードオフとかホビーオフやな。そんじゃ今日もお姉ちゃんから腐ったチーズの匂いがするけど頑張っていこうか。お前それ後でじっくり話するっつったろ。そういえば前の動画でズンコだけプルプルしてるってコメント来てたけど、マジでこいつだけプルプルしてるんだよね。プルプルしすぎて外れかかってるやん。タコとメスガキは穴がガバガバで、ズンコはズンコでよく倒れるから、マジでストレスがマッハなんだよね。なんかいい固定方法あったら教えてな。お姉ちゃんのズラ見たく瞬間接着剤とか両面テープで固定するのは跡が残るからマジね。お姉ちゃんの頭皮はすでにボロボロだから、別に跡とか残ってもどうでもいいんだよね。誰に同意を求めてるんだよ。そしてこの田舎の道路を濃縮した風景ね。この縦長の信号と停止線って書かれた看板な。都会ではこういうの多分ないよね。これ雪が降ると停止線見えなくなるから、こういう看板あって、信号機は雪の積もる面積少なくするのにこうなってるんだよな。雪の重みって結構すごいからね。平気で1アカネ2アカネぐらいの重さになるからね。前の動画ではコケジの首折れてたからね。だからその単位なんだよ。お前もここに一晩突っ立ってたら雪の重みで首落ちるんじゃねえのか。お姉ちゃんは面取ったら頭ツルツルだから滑りが良くて雪積もらないもんね。今更やけど、なんでうちのハゲって設定になってんだよ。こことかどんだけズンコがプルプルしてるか分かりやすいと思うよ。いやどんだけプルプルしてんだよ、こいつだけありえないやろ。別名東北うんこって呼ばれてるらしいからね。常時うんこ我慢してるから、少しの振動でも肛門が反応して震えちゃうんじゃない。お前は下痢便我慢してる時でも真顔で平常心がすげえよな。そこだけは見習うわ。うんこ我慢しながらカレー食べるのがうちの特技だよ。いらん特技やろ。そんでとりあえず到着したよ。ここで前に来た時は大したもんなかった気がするけど、今回はどうだろうね。まあなかったらさっさと次行くからな。というわけで入ってみたけど、一応チャリ見てたよ。前に見た時は確かジャイアントのクロスバイクあったよな。今回はなんか面白いものあるかね。鏡があったらお姉ちゃんの顔でも映しておけばいいんじゃない。面白いものってそういう意味じゃねえよ。変なやつでゲゲゲの鬼太郎の砂かけババアのプラモってやつがあったよ。いやなんでうちの名前でババアって呼んでるんだよ。クソババアって書いてババアって読むんじゃないの。読まねえよ。そんでこれ値札がえらい色あせてるけど、4年前に入荷したやつなのね。4年前に入荷してそのままって、さすがに値下げ1回ぐらいしてもいいんじゃねって思ったよね。4年前釣ったらみんなは何してた。お前は4年前から頭の中身変わってないよな。フィギュアコーナーはこんな感じだったね。量的には別に大した量ではなかったね。あとやっぱプライズフィギュアがほとんどで、スケールフィギュアはそんなになかったな。まああそこのハートオフはあんな感じだったね。前に来た時も大体あんな感じだったから、あそこはフィギュアとかオタク系のグッズはそんなにないんやろな。次はこの近くにあるっていうドンキのブックオフだよ。ちなみにこっから6分ぐらいで着くみたいだね。こんな近くにあったとか前回の時点でちゃんと調べてきてればよかったな。お姉ちゃん程度の頭ではそこまでリサーチが足りなかったんだね。お前の頭ほどではねえだろ。というわけで着いたよ。あの看板めっちゃドンキやな。ドンキ来るのとか何年ぶりだろうね。言うて今まで生きてきてドンキって3回ぐらいしか来たことないんだよな。基本的にドンキってうるさいからね。うちらはこう見えて静かな方が好きだよ。みんなもうんこしてる最中周りうるさいとケツの踏ん張りに集中できないでしょ。ドンキって便所の中までうるさいからね。便所がうるさいから来たくないっていう理由もなかなかすげえよな。しかもその3回もドンキに用があって来たんじゃなくて、ドンキの中に入ってるテナントに用があって来てるからね。今回でドンキは4回目や。そんで来たけどブックオフ来るまでにやられまくったな。人多すぎて精神的に3回ぐらい死んだよね。秋田とかどうせ人おらんやろって思ってたのに、仙台駅のイービンぐらいわんさかいて死んだよ。しかも迷宮みたいに何階にあるかわからんくてちょっとさまよったからな。前の動画で600円であったルカの水着フィギュアあったけど、こっちはそれより安い350円だって。これ350円ってさすがに安くねえか。駿河屋でも980円とかするからな。これは買っていってもいいかもね。こういうの見つけると他にもなんか安いのないかちょっと期待しちゃうよね。教えてくれた人に感謝やな。え、お姉ちゃんって他人に感謝できるぐらいの心の広さってあったんだ。お前の心が狭すぎてそう感じるだけだろ。あ
と向こうのオタショップで600円で買ったレーシングミクのやつもあったよ。これはおいくらだろうな。600円以下だったら1週間は寝込むレベルやで。お姉ちゃんって20円の違いで1日寝込んでるよね。100円も安かったら1週間寝込んでるよ。と思ったらこっちは900円でちょっと高かったね。300円も安く買えたとか大勝利やん。横手市から車で70キロの違いしかないのに結構値段の違いってあるもんなんだね。こういうのあるから近場でもいろいろ回るの面白いんだよな。70キロが近場って一般的に言うのか疑問はあるけどね。田舎は70キロ程度は近場や。そんで例のキューズ Q のエリザベートあったけど、これはこれでマジかってことになってたよね。うちらが買った福袋に入ってたやつは尻尾の根元から折れてて、捨てたって言ったけどこれも折れてたんだよね。しかもこれ値札のところに何も注意書き書いてなかったから、多分店側も未開封で気づかず買い取ったか、棚に並べてる時に折れたかのどっちかやろな。これ折れやすい折れやすいって言われてるけどマジで折れやすいんだね。言うてうちらって結構不良品引き当てる率高いから、そうそう折れないだろって思ってたのに、ここのも折れてるんかいって思ったよね。ここから見えるかどうかわからないけど、あの盾の下に紫色の何か見えるやろ。あれがその尻尾やな。地味に白い点が見えるけど、あそこが繋がってた部分だよ。うちらのやつもあんな感じに折れてたけど、ぶっちゃけあんな点でしか固定されてないならそりゃ折れるわなって思ったよね。せっかく敵はいいのに壊れやすいってもったいないよな。ちなみにこれは店員に言うか迷ったけど、昔同じように別の店で壊れてますよって言ったらお前やったんじゃねみたいな疑いかけられたことあるから何も言わずに元に戻しといたよ。みんなはこういうのあるからこういう時気をつけような。あとちょっと懐かしいのでテイルスのリタのフィギュアあったよ。これ確か昔結構プレミアついてたと思うけど今はこんなもんで買えるんやな。うちらも昔ベスペリアやってたけど360の方でやってたから PS3 で新キャラ増えたとかダンジョンが増えたとかストーリーが変わったとかその辺知らないんだよね。一応 PS3 もゲーム機は持ってたけど買うかどうか迷って結局買わなかったな。当時リタってかなり人気あったけどぶっちゃけうちらもリタ可愛いって思って当時買ったようなもんだからな。ロリコン生意気ツンデレってオタクってこういうキャラ大好きだよね。ロリコン生意気ツンデレって要するにうちのことだよね。お前はうんこうんこうんこやろ。ちなみにこれは駿河屋でも1万円するから7000円ちょっとで買えるのは安いと思うよ。ついでに同じテイルズのエステルのフィギュアもあったよ。あれ昔プレミアついてたのってリタとエステルどっちだっけ。なんかどっちもプレミアついてたような気がするし、どっちかだったような記憶があやふややな。やっぱりお姉ちゃんのおつむだとその程度しか記憶がないんだね。何年前だと思ってんだよボケナス。ちなみにこのフィギュアは箱が破損してるけどお値段5000円って安かったよね。駿河屋だと1万4000円するからな。買い取りでも7000円で買い取りの値段よりお安く買えるんやな。これで未開封だったらマジで安いなって思ったけどさすがに未開封ではないね。まあフィギュアに色移りないしかなり綺麗だったけどな。これはエステル欲しい人いたら買ってもいいと思うよ。ちなみに昔テイルスの主人公のユーリっていたけど、キュウリやキュウリって周りに言いまくってたら、そのせいでキュウリ嫌いになったやついたよね。うちらのクソみたいないたずらでその人の食生活変えちゃったんやな。ここは大体こんな感じだったね。他はプライズフィギュアがちょいちょい安いのあったな。ここもたまに来ると面白いものあるかもね。あのテイルズフィギュアはマジで買ってもいいと思うけど、エリザベートみたいなやつもあるから買うときはちゃんと確認して買った方がいいよ。こういう中古は買ってから文句言っても絶対対応してくれないからな。そしたら最後にハードオフ行って終わりだね。ハードオフとホビーオフとオフハウス全部入ってるやつだね。あそこで前に秋山殿のフィギュアとサドル買ったな。秋山殿は動画でもちょいちょい出てきてるな。あのサドルはお姉ちゃんの腐ったチーズの匂いがするケツを毎日乗せてこき使われてるよね。毎日乗ってるけど言い方おかしいやろ。というわけで着いたよ。今回はなんか面白いものあるかね。だから鏡やったら自分の顔でも映してればいいじゃん。爆笑者のアホ面が拝めるよ。今まで忘れてたけどお前とうちって一応双子って設定だからな。お前もそのアホ面の血引いてるってこと忘れるなよ。それなのになんでうちだけ美少女なんだろうね。生命の神秘だね。お前の汚え口から生命の神秘とか言ってんじゃねえよ。そんで見てたけど前ほど面白そうなものはなかったね。なんかやたらオフモール記載商品って値札貼ってあったよね。やたらっていうかほぼ全部に貼ってあったな。このオフモール記載のやつってなんか基準でもあって通販に載せてるのかね。うちだっていろんなハードオフとか言ってるけど地味にオフモールに載ってると便利なことあるんだよね。ぶっちゃけ家に帰った後やっぱあれ欲しいなって思った時通販の方にその商品載ってると状態確認できるんだよな。それ確認してやっぱり買うかって思って買いに行ったこともあったね。あれってオフモールに載ってないやつでも店に電話したら取り寄せっていうかオフモールみたいに通販として購入ってできるのかね。上越で見たガーミンとか割とやっぱり欲しいなって思ってオフモールにないか見たらなくて電話で買えないか聞こうかちょっと悩んでたんだよな。まあ結果的には別のサイコン買ったからあれはもうどうでもいいけど今後そういうのあったら買えるかどうかそのうち確認だけしようと思ってたよ。毎度毎度あれやっぱり買えばよかったって何度も言ってるからな。まあダメですって言われたらそれまでだけどね。そんでいろいろ見てたらバカテスの姫路さんのフィギュアあったよ。
姫路さんってめっちゃ頭いいのに、テスト当日熱で倒れて F クラスに落ちたあのかわいそうなヒロインが、どっちかっていうと姫路さんより秀吉の方がいいよね。っていうかバカテスって当時結構人気あったのに、フィギュアってそんなに出てないよね。一応アルターで秀吉のも出てるけど、あれは売ってるの見たことないよね。プライスフィギュアはちょいちょい見かけるな。お値段はこれで3000円とか書いてたから、欲しかったら買ってもいいんじゃねって感じするよね。今さらバカテスのフィギュア買いたがる人いるかどうか謎やけどな。ロードバイクはスコットのやつが1台だけあったね。スコットのスピードスターとかいうやつらしいな。ヤフオク見たらこれと同じ色のやつが4万5000円で落札されてたから、別にお安くはないけど、ハンドル周りちょっといじくってる感じだったね。ドロップハンドルの他にあの腕を伸ばしておけるやつついてたな。そういえばシパタのガレージオフでもこれ売ってたな。あれ前に鳥の海行った時つけてる人いたけど、あれあると疲れないのかね。それ以前にその賓客をどうにかするのが先やろ。お姉ちゃんはその貧乳なんとかしないとね。お前もやろ。サドルもなんか安いのないか見てたけど、別に増えてはなかったね。あの500円レベルの安いのないか見てたけど、どれも数千円超えてたな。サドルは世の中には盗むやつがいるらしいからな。うちのビケツを乗せてるサドルとか、いつ盗まれるかわからねえから、安いのあったら何個かストック買っておきたいんだよな。サドル盗むだけでも性癖やでって感じするのに、お姉ちゃんの腐ったチーズの匂いが漂うサドル盗むってヤバいでしょ。ラストにこの大量の百年さんとチルノのフィギュアはまだ残ってたね。前来た時はもっと大量にあった気がするけど、だいぶ減った感じするな。このチルノと百年のフィギュアだけど、ここにしかこんな大量にないやろってこん時思ってたよね。そしたっけ、地元のホビーオフにも大量にあってびっくりしたよな。しかも割とうちんちから近いところのホビーオフだからね。県を越えてどんだけモリモリあるんだよって思ったよね。あそこってマジで頻繁に行くから、動画撮りつつ行ったら住んでるところ特定されそうで、撮りに行くに行けないんだよね。まあ宮城でも田舎の辺境に住んでるから特定されても問題なさそうやけどな。人間より多分タヌキとかイノシシの方が住んでるやつ多いよ。というわけで最後に記念撮影して終わりだよ。そういえばちょっと前にハードオフのアプリでハドフ巡りってやつをやってるって知ったんだよね。アプリでチェックインするとスタンプもらえて、それを40個だか集めるとステッカーもらえるんだっけ。ぶっちゃけうちらからしたら楽勝だよね。集めようと思えば1ヶ月で多分ステッカーもらえるで。新潟行ってる時点でどんだけスタンプ稼げるんだよって感じだからな。まあ今のところそっちは興味ないから、ネタなくなったらそっちもやってみるよ。というわけで今回の動画はここまでだよ。秋田のワタショップ巡り前編は横手市回って、後編に秋田市寄ったけど、秋田はやっぱ定期的に来てもいいかもね。冬の時期でも除雪しっかりしてたからな。こうして少しずつ行動範囲が広がっていくんだね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまた。